はいどうも皆さん、おはようございます。こんにちは、こんばんは。害悪怪獣、リュメシエルです。さあ、本日なんですが、今回のね、デッキ、スネーク会なんですけど、財宝スネーク会なんですけど、ちょっとですね、最強モンスターを入れたんですよね。これ、皆さん、このガメシエルという史上最強モンスターご存知でしょうか。怪奇怪獣、ガメシエル。こいつね、怪獣界の中では本当屈指の性能を持っていまして、このモンスターが怪獣の中で僕一番好きなんですけど、これ怪獣って皆さん相手の盤面に送りつけるイメージあると思うんですけどね、これ今回送りつけません。自分の盤面に出します。自分の場に。ガメシエルって4番の効果すごいんだよ。相手がガメシエル以外の魔法トラップモンスターの効果発動した時に、自分相手のフィールドの怪獣カウンターを2個と除くと、その発動を無効にして除外するって効果。これね、1ターンに1度の制限がありません、なんと。でしかも怪獣カウンターって共闘ウォーターフロントっていうこのカードで、バン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 溜まるので、な結構ね、実質無限妨害に近いんだよね、これ、ガメシエルって。なんかその相手がカードを発動したりすると、フィールドから墓地を送られるから、共闘ウォーターフロントのカウンターがどんどん溜まっていくんですよね。でも自分もなんだけど。まあ一応マックス5なんだけど。なんで、これマックス10とかだったら本当世界終わってたんだけど、これがね、ギミックとして非常に優秀で、で、財宝ギミックが結構その、フィールドから墓地に送られるカードがやっぱめちゃくちゃ多いのと、その展開するときにリンクとかするからね。のと、あとね、召喚権使わないでね、展開できるんですよ。このデッキ。結局その、ディアベルスターから入った場合って、エクセルから動いていくと思うんだけど、エクセル、ポプルス、オークみたいな動きしてると、一切召喚権使わないんですよね。だから、召喚権が使わないってことは、召喚権を他のところに回せるってことで、なんとですね、今回ね、ガメシエルをですね、サーチしてアドバンス召喚していきます。まあ普通召喚はできるんでね、これ。モンスターなんで、ただの。なので、まあ最初はちょっとね、救いの架け橋とかも入れてたんだよね。これもね、強いと思う。正直、決まれば。救いの架け橋をディアベレスさんのコストで切って、これ、救いの架け橋でフィード魔法と、砲撃銃サーチできるんですけど、これで、京都ウォーターフロントとか、あと、このテーマフィールド魔法もあるんでね、一応、ジャガンシーンですね、かいっていう。この辺と相性がめっちゃいいから、まあちょっと今回、枠がね、ちょっと ないのと、やっぱちょっと先、砲撃銃すびきのゴミが気になったので、ちょっと抜いちゃったんですけども、まあこれ入れても面白いと思います。今回はちょっと、京都ウォーターフロントだけにしてますけどね。はい。こうすることによって、スネークアイってね、なんかそんなにね、無効系妨害って、なんか意外と用意しづらくて、なんか、まあ、一応とか、マスカレーナでウーサ出すとか、相手のターンに。とか、トガ姫墓地置いといて、相手のカード出てきたら破壊するとか、それは できるんだけど、得意なんだけど、あと、まあ、一応、レベル1のチューナー入れると、なんかバロネスとか出るんだけど、今回はその無効系の妨害のところを、こいつに任しました。はい。まあ、好きだからですね。相性結構いいので、ちょっとよかったらね、動画ご覧ください。はい、早速、分からしていきましょう。デュエル、スタンバイ。さあ、皆さんに意味不明怪獣デッキを、お見舞いしていきたいと思います。ですね、フィールドから墓地へ送られる、回数がめちゃくちゃ多いんですよ、スネークアイって。なんかこんな感じで、ゴリゴリにフィールドから墓地へ送られるの展開するときにね。なので、このね、京都ウォーターフロントというカードとはめちゃくちゃ相性がいいのと、まあ、最初はね、ちょっとね、救いの駆け足っていうね、カードまで入れてたんだけど、コストレスやるなと思って。まあちょっと救いの駆け足はちょっと今回抜いちゃったんだけど、ゴミが多すぎてデッキの中に。なんですけども、これスネークアイズデッキと、救いの駆け足のちなみに、相性はめちゃくちゃいいです。フィールド魔法サーチできるんで、ジャガン神殿とかもサーチできるからね。で、ポプルス1体でリンク召喚しますよ、と。で、これでカウンターがどんどん乗りましてね、カウンターをちなみに3つ、乗ってる状態だと、カウンター別に取り除く必要ないんだけど、怪獣がサーチできるということで、ガメちゃんか、持ってこれまして、でさらにこのデッキですね、展開するときにですね、召喚権を使わないんですね。これ召喚権、これちなみに今未使用と、なっていまして、もうシンプルに、ね、召喚します、怪獣を。でスネークアイオークの効果によって、まあ自分の、墓地または除外ゾーンの、レベル1の、炎属性を特殊ができる。でスネークアイ追走撃の効果を発動しまして、ディアベルスターを魔法トラップゾーンに置きますよ、みたいな。永続魔法扱いでね。効果がありまして、これで一応ディアベルスター、これ多分ね、これチェーン的にこれね、B セット持ってました、多分相手。なんで、これ墓地のディアベルスターを、回収しようかなっていう感じで墓地から置いてますね。これちょっと B セットがね、うっとうしいんだよな、意外と。出てくるのは、そこそこね。で、これどうしたんだっけな。この後、多くの効果使って、フランベルジュ出さないといけないな。フランベルジュ出さないといけないから、これ多分ね、ディアベルスター送ってないのは、あれ B セットケア。
で、フランベルジが出てきて、ガメラルドタートルをいきなり出していくと、はい、ガメラ爆弾ガメラをアドバンス召喚。ちなみに、これ以降の、相手の、発動した効果はカウンターを2個取り除くことで全部除外できます。除外して無効にします。はい、ガメラの効果皆さん知らないかもしれませんが本当に強いです。ガメラくん、ガメラくんのパワーは本当にえげつない。で、リンクリボーと、なんか、この2体、2体か、2体を使って、トカ姫。で、トカ姫の効果発動する。あ、そう。これ、リンクリボーがね、墓地いっちゃったからね、一応ね、闇属性があれなんだよね。供給できちゃって、一応、ビーステッドの、なんだ。ビーステッドの、コストにはできちゃうんだけど、まあ、もう関係ねえかなっていうところで、はい。で、アンブロイルが爆弾しまして、で、フランベルジュの効果によって、これ今度ね、ガメラを置きます。で、ガメラを置いたら何が起きるかと言いますと、なんとエンドフェーズの追走撃の効果でガメラが前に出ると。強くない？あー、なるほどね。で、マグラムートの効果で、まあ、もうここでもう多分ね、相手で発動しないと、もうね、無効にされちゃうんですよ。はい、だからまあ、このマグラムートが出てきました。で、ガメラルドタートルが出てきて、で、トカ姫の効果使った気がするな、なんか俺確かこれトカ姫の効果で相手のね、マグラムート破壊できるんですよ。もうこれなんかモンスターいたらめんどくせえなと思ってるしか、そうね、破壊した。で、マグラムート効果って言われたからうるせえって言って黙れって言って、でガメラルドタートルの効果発動して、はい、ガメラちゃんの効果カウンターを2個と除くと相手の発動した効果を、無効にして除外。強すぎるあまりに強い。で、カウンターがまた乗ると強すぎるだろこれ。一応にあのガメラの実質無限妨害みたいな感じなんで、あ、ユーゴ兵どうぞ。ユーゴ兵は多分ね、どうぞしたかな。あれどっちだっけな、これ無効にしたんだけど、まあ、どっちもいいわ。出てきて、出てきたやつの効果を無効にすればいいなと思って、確かなんかスルーした気がする。で、アルビオン効果で、あ、アルビオン見せつけてアルバスの楽園、アルバスの楽園効果ってことはぶん投げる。で、ガメラでお前黙れっていう、お前黙れ、お前黙れ効果向こうマジでガメラね、マジで強いんだよこれ。あの京都ウォータークロットが発動されてる場合のガメラってマジ無敵で、ほら相手の無敵や、何も無敵。ちなみにあの魔法トラップカードも余裕で向こうに行きます。はい、ね、これどうしたんだっけな。現在法スネークアイで一応あれか回収するのか。はい、墓地のカードを戻しながら、回収するんごみたいな効果ですよね、これ。で、多く戻す。で、うらら。まあ、うららはまあ別にいいかなと思って、これスルーしました、確か。はい。うららとかどうでもいいやと思って。で、まあそうですね、まあ、フランベルジュドラゴンの効果使いまして、前に、墓地のモンスターを、置くみたいな、一応効果もあるんですけども、あ、これちなみにね、トガ姫が出ちゃったから、あれだわ。フランベルジュで魔法トラップゾーンのカード、あの特殊ができなくて、これちょっと困った気がするよ、これ。あ、間違えたなみたいなと思ってた。で、オークを特殊召喚します。で、オークの効果で、またなんかいろいろ、起きるんだけども、エクセルを特殊召喚するとサーチが入るし、あ、墓穴ね。はいはい。もはや墓穴もする。もはや墓穴もする。で、相手は手札が、1枚。で、俺は効果が2回無効ある。終わりこのガメラのね、つませ性能マジでやばいよな、大好き。さあ、後手まくり見ていただきましょう。ウォーターフロンツがあるからね、結構ね、これ怪獣があのサーチ実施できるんで、割とね、京都ウォーターフロントなんとかできるんですよこれ結構。はい、意外と後手でも強いと。で、未完このアラベスクで、装備されてサーチされました。で、ロックバードの効果発動して、一応ドロバケア、あ、ドロバケアじゃない、ドロバ発動で、そうすると多分なんかフーリー出てきてもフーリーでサーチはされないから、まあ、一応対象耐性あってバチクソめんどくさいんだけど、で、まあ、ワシドリと、で、こあいつはね、対象耐性と、あと、参戦の際、はい、すいませんでした。で、多分これまあ金券なんかな、ポップレスか金券かどっちかな、多分ね。京都ウォーターフロントは舐められてるから、京都ウォーターフロントは OK らしいで、カード1枚セットで、私のターンで、ドローして、エクセルが持ってきて、帰ってきて、で、まず京都ウォーターフロント発動ね。はい、これ大事だから、まず発動、まず一発目発動で、エクセル召喚で交換。
まあポップレス持ってきてポップレスサーチして出してみたいな動きしていくと、まあバンバン何盤面にモンスターが並ぶので、まあ、あの癖カード何なんだろうね。まあ無限ホイールとかだったら打った気がするから無限ホイールとかではなさそうだなっていう感じがしました。まあちょっとわかんないんだけど、まあとりあえず水槽劇かなんか持ってきておき、ああれか、これ現在をスネークアイじゃないと展開飛びにくいか。おりゅうりゅうさんりゅうさん、あれ大丈夫それ、えそれでいけんのほんま、え、なんかこれ現在法スネークアイの方が良かった気がしないでもないけどな。ちょ、わからん。この時の俺何考えてたかわからん。俺に聞いてみたい。で、ポップルスが、永続トラップカードで置かれて、え、マジでさ、これ現在法スネークアイで良くない？よくわからんことしてんな。で、ポップルスを、コストにして、ここで、オークか？まあな、オークだな。オーク。で、オーク効果発動。もう一回ポップルス出してで多くの効果も使っていくよみたいなイメージかな。はい、でこれでなんかレベル1のモンスターがバカほど貯めていくみたいな感じか。でスネークアイ追走撃発動してスネークアイ追走撃の効果で、あでもなんか意外と回ってんな普通に、もう結構回ってんなおい。でこれで、京都ウォータフロント効果でこれで、フーリーを処理たかったので、まあ、とりあえずラディアン持ってきました。この時はフーリーを処るため、あのガメラは相手の盤面に送りつけるカードじゃなくて自分の盤面に出すカードなんで。ガメラはね、なんで、ディアベルスターをコストにして、これでカウンター5になったんで、次のターンもお前怪獣出すぞの構えで、で、スネークアイズフランベルジュドラゴンが爆弾していく。でですね、フランベルジュで置く効果発動しまして、まあもう怪獣するからどっちでもいいかと思って、でディアベルスターが、あこれちなみに一応相手を怪獣してから怪獣を押し込んでみたいな動きもできるんだけど、まあ、それやっちゃうとこっちの盤面に怪獣出てきてあのガメラ出せなくなっちゃうから、まあ、出てくるっていうか、まあ、出さなきゃいいのか別にそれは、まあ、でもこれで普通にバトルしました。なんか単純に、はい、怪獣してから押し込むパターンももちろんありますこれで。ぶん殴りぶん殴りと、でフランベルジュの効果でね、あの魔法トラップゾーンのあのモンスターを前に出すっていう効果を相手ターンだけだけど使えるんで、これでいっかなみたいな感じ。これ何したんだっけこれ、俺なんかリンクさんすんのか、ピットライトアーリーか、あーなるほど、ちょ分からん何したんだろうこれ。アーリートガ姫すんのかな、アーリートガ姫とかするかもしんねえな、ちょっと覚えてないんだけど、はい、アーリー出てきて、でフランベルジュ効果発動して自分の墓地から、まあ、また蘇ってきて、 なんかそのあれやんね、モンスターがバコバコ並んで最強という感じ。はい、で多分トガ姫行くよな、あれ伏せカード割るのかな、アクセスしてもいいと思うんだけど、選択肢がありすぎて何したらいいか分かんなくなってる時ですねこれね、はい、今でも僕何したらいいか分かりません。トガ姫が出てきてトガ姫効果、多分これはさすがにフランベルジュだよな、フランベルジュ出して、うんだと思う多分ね、フランベルジュドラゴン出して、で相手のターンにディアベルスターを特殊召喚するよみたいな動きをしていくはずだから、で多分ここでトガ姫をどかすためにアンブロエール出して、うん、あいいんじゃない、これなかなかいい動きしてるよ割と、うん、これでいいんじゃないか。で相手のターンにディアベルスター出てくる、アンド、いや追跡があるのか、追跡があるわ、ごめんごめんごめん、この時のすみません、自分の思考がよく分かってませんでした。。これで追跡出して、ディアベルスター効果使ってないから、ディアベルスター効果でシルビアだセットするのかな多分、うん、こうだね、これで効果無効あるっていう感じだね、効果無効とあとトガ姫があるって感じか、うん、ごめんごめん、じゃあこの時の俺マジで何考えてるか分かんなかった。言うて見た目ちょっと妨害ないですけど、一応ポチにトガ姫がいるんで、トガ姫で破壊できるよっていう、相手がモンスター倒しましたからね、そいつと自分のフィールドのモンスター破壊できるよっていう効果と、あとシルビアの効果で効果無効が1回あるよみたいな感じです今ね盤面は。で京都ウォーターフロントがカウンター5個溜まってるんで、もうすでにここのタイミングで、怪獣サーチが確定していると。でシルビア効果、相手の未完このちぎりを無効にしていきます。でこうなるとあれなんですよね、ディアベルスターの効果が起動しまして、フィールドのカードを、墓地に送ることによって、ディアベルスターが出てきて、でまたさらにフランベルジの効果によって、モンスターがバカバカ蘇ってくると、あまりに最強、はい、さすがだぜ。
これが財宝ってデッキか。強えな。ういえ。うええ。出てきすぎ。出てきすぎ。出てきすぎたらこれ。これ多分あれだな、マスカレーナとか素材に組み込んどいて、マスカレーナも相手のターンで出すみたいな動きするのが基本なんだろうな。ちょっとあんま財宝のギミック分かってないんだけど。で、特殊召喚は、市内で回収して、で、さらに、デッキカレーナに加えるのが多く、で、回収したポプルスが出てきて、はい。うい。で、効果発動する。で、スネークアイ魔法トラップカード持ってくるため、うらら、ここまでうらら、ここまでうらら打つタイミングないんだろうな。こんだけ展開したけど、別にサーチする効果ないからね。墓地のトスみたいなこともないし。さあ、相手手札2枚ですと。で、トカ姫墓地ありますということで、まあもうきついですね。多分さすがに。さすがにきついと思う。さあ、どうするんだろう。モンスターめっちゃダメからね。はい。はい、なるほど。まあ一応これで爆破しますか。で、トカ姫ちゃんの効果発動して、まあアンブロエール爆破しといたらいいんじゃないかな。アンブロエールはね、なんかその、墓地にいると仕事するんで、まあ、コストにするのは結構重、あの割と強い。で、トカ姫が爆誕して、うぃー強すぎ最強。さて、最強のミラー戦ってやつをですね、お見舞いしましょう、皆さん。このギミックに気づいていたのは、俺だけではない。共闘ウォーターフロントも、発動されまして、相手にね。で、コバルトイーグルを持ち上げて、これね、もうほぼね、マジでね、ほんと、何驚いたね、坊や。くしくも同じ構えだってやつなんだよね。マジで。確かに、この時はちなみに俺も、ちょっと、救いの駆け足入れてて、まあ、救いの駆け足ちょっと、さすがにゴミ引きがこういうね、コバルトイーグル引くとかがめっちゃ多くて、なんかうざってなって、やめたんだけど、スキルの話してた時めっちゃ強いからね。てか、お互いにコバルトイーグル引いてるの草なんだけど、このデュエル。で、あ、ちなみに、宝玉デッキじゃないからね、別に。ちなみに、ガメラはね、あのね、相手のね、カウンターも使えるんですよ。あの、怪獣カウンター。だからね、ガメラはガメラ強いです、ちなみに。はい。で、リンクリボが、出てきます。で、ポプルスが置かれまして、まあ、これはいつもの動きってやつですな。でスネークアイエクセルで、アイ、あ、オーク。で、オーク効果で、なんかポップルスかなんかそう、創生させてみたいな動きだな、これな。はい。まあ、いつもの動きと。で、追走撃があるから、追走撃発動してコストで、みたいな。あ、で、怪獣サーチね。はい。で、ガメラね、これ。ガメラ爆弾。ガメラ VS、ガメラみたいな。なんか、どこの大怪獣決戦ですかみたいな。デュエル始まります、これ今から。で、ワイトマーチが、炎特性のモンスターがいると、なんか出せるよ、みたいな、簡単に。で、これコストパーで出てきて、で、こっからね、どうしたんだっけな、相手。なんかね、アドバンス召喚とかじゃなかったんだよな、確か。リンクリボーをリリースして、あ、そうそうそう、で、フランベルジュ出てきた。でロイヤル加工かっこいいよ、いいなフランベルジュロイヤルなんか映えるよね、なんかね。フランベルジュ結構盤面に残りやすいモンスターなんで。で、フランベルジュでディアベルスター置いて、で、ヒータ出てきて、ほんで、フランベルジ効果でまた増殖してみたいなね。はい。こっち強いなぁ、マジで。これでリンク5分だからね。まあ、基本リンク5分ぐらいは行くんですよね。このデッキ。まあ、一旦その、トガ姫作って、リンクリボーからのトガ姫みたいなことしたら、多分、あ、リンクリボーじゃねえ、間違えた。マスカレーナからのトガ姫か。マスカレーナからのトガ姫みたいなことしたら、多分ね、マスカレーナを、フランベルジで置くみたいなこともできるから、で、相手のターンにマスカレーナ出すみたいなね。その動きした方が強そうな気がするね。で、スネークアイ追走撃で、さらに、ディアベルサを置いて、で、ガメラが、スカルデットの方から出てくると。あ、これも、あり、展開としてね、非常に。で、カード1枚セットしてエンドと。で、ガメラのカウンター5があると。で、これね、あれなんですよ。ガメラはちなみに、ガメラ以外の効果しか無効にできないっていう効果ありましてですね。ガメラでガメラは無効にできないんですよ。これね、これがいろいろ難しいんだけど、まあ、怪獣相手のフィールド上にいるから自分のフィールド上にも怪獣出せますよと。で、打点上がります。はい。で、これ、スカルデッドの効果強制なんですけど、これガメラで無効にするじゃないですか。これの効果はガメラでは無効にできないんですよ。なんでかっていうと、ガメラはガメラ以外しか無効にできないから。なんかよくわからないことが起きてるね。ちなみに怪獣を使わせることに成功したので僕は。なかなか強いですよ、これは。で、ワイトバーチ特殊召喚しまして、墓地にね、送りたくなかったんですよ、カードを。
そうするとこうなるんだよね。打点あの400でダイエットするっしょ。でまあもうなんか2回殴れるけど、確か1回しか殴ってないな。でアーゼウス、これやるとフィールドから墓地送られてないから、カードがカウンターが乗んなくて1回しか無効できないですよ、これガメラ今。つまりアーゼウス君の効果2回ぶっ込んだらいけるということで、こうしましてですね、でガメラの効果無効にして除外しますような効果カウンター取るとか、あと1個しかない、ここ、これね、なんと私ガメラの処理に成功しました。神ゲー起きたと思って、でディアベレスターが、発動されたので、このディアベレスターを無効にしていく。これだいぶまくったろ、これ完璧じゃない、これ完璧なのまくり来たわと思ってたんだろ、この時来たわ、神ゲー起きたと思って、まあただ俺も手数出ないから、まあこれエンドするしかないんだけど、はい、したらね、したらよ、相手手札2枚やろ、いけるやろと思ってたんだよな。したらよ、ディアベレスターもなんか効果無効になってるしよ、なんとな、X で召喚なんだよな。犯罪だろこれ。これ犯罪ほぼ。これはね、やってる。完全に。これ、どこまでの得積んだら、いけるようになるのかな、このエクセルトップ。あ、で、ベルトやらこんだ。はい、楽園融合。あ、終わりましたね、これ。さすがにね、ミラージエイト超えられないっす。このハンドでは。で、これ、確かにこのデュエルでね、もう、宝玉ゴミってなって、確か、なんか宝玉もいらねえやつだって抜いたんだよね。はい、ま、ガメラ2レギオン襲来といったところ、マジで。マジでガメラ2レギオン襲来。皆さん、ガメラって見たことあります？映画の。あれですよ。ガチ神映画なんで見た方がいいです。マジで。ガメラ全部面白いです。まあ、ちょっと1と2がズバ抜けておもろいけど、ね、うん。イリスの輪があれよ。微妙だけど。イリスも、まあ、悪くないか。で、なんかコバルトイーグルとかいう、モンスターを一応出しまして、スネークアイするしかねえなってなって、で、はい。無理で、なんかいろいろ粘ったんですけど、いろいろとなんかぶち殺されまして、あと僕残り1200ライフしかないので踏ん投げられまして終わりと。でもなんかね、ワンチャンあった、マジで。